昨日とても怖い夢を見ました。いろいろな怖い映画が混ざったような感じで朝起きてから数時間気持ち悪かったです。今もなんだか変な感じです。新しいことを学ぶのは難しいですね。毎日練習をしていてもなかなか上達しません。それでも少しずつわかることやできることが増えてきているので やめずに続けていきます。ちょっと前にゲームをするのをやめてから時間の使い方が変わってきました。ゲームは楽しいんですが、ついやりすぎてしまうので結構時間を無駄にしてしまっていたと思います。誰かが何かに挑戦するのを見るのはすごく刺激になりますね。 最近の私の生活はそういう刺激が足りていなかった気がするので、これを機にまた情熱を取り戻していきたいです。今、公園に来ています。仕事が少し早く終わって、まだ外が明るかったので、近所の公園に来てベンチに座っています。たまにはこういう日もいいですよね。 仕事の帰りにスーパーに寄ったら野菜が安かったのでたくさん買いました。今日は野菜炒めとサラダを作って食べようと思います。最近また漢字を勉強し始めました。しばらく休んでいたのですが、その間は本や字幕から新しい漢字を覚えていました。今日が新しい始まりです。 昨日とても怖い夢を見ました。いろいろな怖い映画が混ざったような感じで朝起きてから数時間気持ち悪かったです。今もなんだか変な感じです。新しいことを学ぶのは難しいですね。毎日練習をしていてもなかなか上達しません。それでも少しずつわかることやできることが増えてきているのでやめずに続けていきます。 ちょっと前にゲームをするのをやめてから時間の使い方が変わってきました。ゲームは楽しいんですが、ついやりすぎてしまうので結構時間を無駄にしてしまっていたと思います。誰かが何かに挑戦するのを見るのはすごく刺激になりますね。最近の私の生活はそういう刺激が足りていなかった気がするので、これを機にまた情熱を取り戻していきたいです。 今、公園に来ています。仕事が少し早く終わって、まだ外が明るかったので、近所の公園に来てベンチに座っています。たまにはこういう日もいいですよね。仕事の帰りにスーパーに寄ったら、野菜が安かったのでたくさん買いました。今日は野菜炒めとサラダを作って食べようと思います。 最近また漢字を勉強し始めました。しばらく休んでいたのですが、その間は本や字幕から新しい漢字を覚えていました。今日が新しい始まりです。